東海お母チャンネル、皆さんこんにちは、中根千穂です。今回の動画は NTT ドコモ夏モデルとして登場するエクスペリア XZ2 シリーズの3機種の魅力を徹底取材いたします。それではブースが3ブースも用意されているんですけど、各機種魅力を教えてください。はい、それじゃあ中根さん、まず最初は XZ2 から説明してよろしくお願いします。はい、今回ですね、新しくアーチ形状の持ちやすいデザインに生まれ変わったエクスペリアとなっております。ディスプレイについてもこの18対9の縦長のディスプレイを搭載したモデルと、なって、とても見やすいディスプレイになっているところが特徴です。持ってもいいですか？もちろんです。すごい手にフィットしますね。そうなんです、すごく持ちやすいというところが今回のエクスペリアの特徴です。アーチ状になってますね。そうなんです、ちょっと膨らむようなアーチ形状、はいはいはい、それが持ちやすさの秘密なんですね。はい、新しいな。もうそれだけではなくてですね、もう新感覚のエンタメの機能を今回搭載してます。なんですと、エンタメ興味深い。はい、これがですね、ダイナミックバイブレーションと言いまして、ダイナミックバイブレーション。はい、もうプレステのコントローラーのようにですね、ブルブルと端末が震えてですね、新しい振動のエンタメを体験いただけます。ぜひちょっと実際お手に取って。ぜひ買いただければと思います、はい、お願いします。じゃあちょっとこれ、どうなる、どうなる。そうですね、これ映像ではなかなか伝わらないですけど、今震えてます。震えてます、ブル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 震えてますですね。これまるでその場にいるような臨場感というところが、音と映像とあと振動という3つがセットになることで、新しい体感をいただけるっていうのが特徴ですね。こうアクションに合わせてそれを感知して動いてますよね。はい、こちらにあるようなミュージックビデオだったり映画だったり、こちらの撮影した動画でもゲームですね、こちらにあるようなゲームでもしっかりとこの振動をお楽しみいただけます。撮影した動画というのは自分がこう撮った動画でもそれに合わせて振動してくれるんですか？はい、ですので例えばそのイメージですと、例えばこちらですねこちら実際撮影した動画なんですけど、こうスライダーで降りるような、すごい花火ですね。すごいすごい、私今花火を感じています。おお、振動もすごいんですが、エクスペリアといえば高音質ですよね。そうなんです、中根くさん、もうイヤホン使ってなんですけど、ハイレゾバッチリお楽しみいただけます。はい、それだけではありません。なんとこのようにフロントにステレオのスピーカーついておりますので、イヤホンなしでも大音量でこの音をお楽しみいただけます。さらにエクスペリアカメラもバッチリ充実しております。モーションアイカメラです、これ見ていただいておりますが、フル HD でスーパースローモーションお楽しみいただけるんです。すごい、なんか肉眼で見てるより綺麗なんじゃないかって思うくらい、もう本当に驚きの高画質です。XZ2 だけではなくてですね、今回コンパクトのモデルもご用意しております、こちらこっち、行きましょう。こちらでコンパクト XZ2 コンパクトをご紹介します。はい、お願いします。なんというか先ほどご紹介したダイナミックバイブレーションだけ入ってないんですけど、それ以外はもう XZ2 と全く同等のハイスペックなコンパクトのモデルです。コンパクトになったけど機能は全くコンパクトじゃないじゃないですか。そうなんですよ、素晴らしい、さすが中根くさん、ありがとうございます。なんと世界初のカメラの機能なんです。世界初、はい、こちら 4K HDR の動画の撮影機能を搭載しております。すごい鮮やかですね。実際見ていただきましょう。すごい分かりやすい、これは分かりやすいぞ。どうですかね、もう見ていただくとこちら HDR ですね。全然違いますね、違う場所で撮っているかのように。そうなんです、この目で見たまま の映像をしっかりと残すことができるというのはこの 4KHDR 最大の特徴ですね。すごい、私のカメラこっちですわ。いや、中根くさん、ぜひ今回そうですね、新しいもの買っちゃってください。いいのがいっぱいあるから悩むな。改めて聞きますけど、このスマホで撮ったものがこちらに流れてるんですよね。そうなんです、中根くさん、 4KHDR ですので、このような大画面で撮影をしても見てください、この辺りくっきりともう違いが、本当ですよね、このゲートあたりとかも分かっていただけるんじゃないかなと。すごい、もうスマホという名のビデオカメラですね。そうなんです、ぜひぜひ今回おすすめですので、本当ですね、皆さんご検討ください。続いて皆さん、プレミアムですよ、今回も登場ということですね。そうなんです、 XZ2 コンパクトを超える最高のエクスペリアとして登場しております。早速魅力を教えてください。こちらカメラが2つあります、
なんといっても超高感度撮影、これをお楽しみいただけるのがこのプレミアムのモデルとなっております。実際こちらの箱でその凄さ、ご体感いただけます。え、なんかほとんど人の目ではわからないぐらい暗い環境になってます、うん、あ、ここの小窓で、この小窓でちょっとじゃあ皆さんの代わりに私が見えないです。そうですね、見えないですね。見えないです。こちらのエクスペリア、過去のエクスペリアのモデルとこちらですね、今回のプレミアムも比較していただければ。今このボックスの中を映し出しているということですね。はい、この2つは。そうです。まさに私が肉眼で見てる感じはこの感じですね。このろうそくの明かりだけちょっと見えるけど、周りのこのケーキたちは見えなかったですね。ですのでしっかりとこの暗いところでも世界最高の超高感度12800度動画をお楽しみいただけるというのがこのエクスペリアの最大の特徴です。すごい、イチゴが何個乗ってるかも数えれちゃう。こんな暗いのに。そうなんです。すごすぎます。この超高感度撮影に加えて先ほどご紹介した 4K HDR の動画撮影ももちろんこのモデルでお楽しみいただけます。動画撮影も高画質。はい、もう本当に目で見たままの色鮮やかなものがしっかりと撮影できるというところです。私割と動画よく撮るんですけど、写真よりもちょっと画質がね劣ってしまうことがよくあるんですよね。そういうことがないと。そういった心配はございません。そしてこのプレミアムはこちら 4K HDR のディスプレイを搭載しておりますので、撮影した画質をそのままお楽しみいただける、こちら世界で唯一のモデルとなっております。これさっき撮ったやつですね、はい、ちょっと再生して、おお、すごい、私がそこにいるかのようです、うん、本物みたいですね。すごい、ここまでリアルに撮れるカメラはなかなかないと思います、ね、いや、ないです、ないです。デジカメ超えましたカメラ機能だけではありません、先ほどご紹介した、XZ2、同様の、ダイナミックバイブレーションシステムや、フロントステレオスピーカーももちろん、お楽しみいただけますし、プレミアムの名に、ふさわしい、スペック、さまざまな機能というところもお楽しみいただけます。スペック 988Mbps の、通信にも対応しておりますし、RAM も 6GB、たっぷり搭載をしております。デザインについても、鏡面仕上げの大変高級感あるデザインとなっておりますので、渾身のエクスペリアのプレミアムモデルとなっております。もう外見も中身も完璧ですね。はい、もちろんです。まさにハイスペック。さまざまな進化を遂げたエクスペリア XZ2 シリーズ、詳しい情報はドコモのホームページをご覧ください。